こんにちは、ポップグランピーの小糸です。最近は、コロナも落ち着いてきたこともあるのか、ご旅行でお店に来られる方もすごい増えてきました。やっぱり自転車なのでメインは広島市内の方とか県内の方が多いんですけど、やっぱり YouTube はすごいなって思うのが、 YouTube を見てきてくださって、ご旅行で東京の方からちょっと寄ってきましたとかで、それで靴下を買ってくださったりとか、そんな楽しい出会いもなんかここ最近はすごい多いなと思っています。でそんな中でやっぱり遠くの人ほど結構 YouTube をこうくまなく見てくださってる方もたくさんいらっしゃって、ちょうどこの土日になんか YouTube 見てますって来てくださった方で、本の紹介をしている回がすごく好きでしたっていう方がいらっしゃって、でそれがちょうどなんかお二人別の方でいらっしゃって、じゃあまた近々やりますねという話をしたので、やらなきゃなと思ってやります。もう私もすごく好きで、前なんでその本の紹介をしたかというと、自転車で休日を過ごす、私が休日を過ごす中でどんなことをするのが好きかっていうので、パン屋さんに行ってパンを皮べて食べたりとか、あとはそのゆっくり本を読んだりするのが好きなので、こんな本が好きですっていう紹介をして、自転車に乗りながらこんなことをするのが好きだなっていうつながりで、本の紹介とかをしてたんですけどっていう感じで、本屋さんじゃないのですごく僭越ながらっていう感じなんですけど、私も実はすごく好きな回なので、リクエストが2件もあったので、今日はちょっと寄り道ということでこんな動画を撮ろうと思います。また次回とその次は、バスケットの話とサドルの話などなど、カスタムのことをいろいろとお話ししようと思っているので、今日の動画は寄り道、見ていただける方は見ていただいて、自転車のことが知りたいって方は全然スルーしていただいて構いませんので、好きな方はお付き合いください。それではよろしくお願いします。どっちから行こうかな。じゃあこっちからこう順々に行っていこうと思います。まず1冊目が手紙書き棚キシシシシという、こちらは絵本になります。網代浩介さんという方の絵本で、なぜかというか出会ったのは、この秋にリーダンディートさん、本川町のリーダンディートさんで、原画展をされていました。でちょうど季節も良かった、すごいいい季節だったんですよ。自転車でヒューッと行って、なんか行くまでの道中もすごい気持ちよくてっていう感じで、リーダンディートさん行って原画展を見てきました。リーダンディートさん、いろいろとなんかそういう展示をよくされてるので、私も行くのがすごい好きなんですけど、この時も原画をこう貼られてて、それを見た時はなんかサーカスとかのお話かなと思ってたんですけど、お話、タイトルの通り手紙が届くお話で、郵便屋さんのお話でした。ちょっと絵本なのであんまり詳しいことは言えないけど、独特な幻想的な世界観で、私はこのページがすごく好きで、とっても綺麗な絵でした。なのでポストカードもなんかいろいろと買って、風呂敷もあって、それもすごく素敵だったので買いたかったんですけど、それはちょっとまたの楽しみにしましたが、絵本って大人になると読むことはないので、本当にたまに手に取って読んだりとか、私はピアノの譜面台のところに置いたり、本棚の上とかに飾ってるんですけど、ハロウィンも近い季節だったのでインテリアの一部としても置いてたりしました。たまに読むとなんかこうワクワクする感じがするので、絵本もたまに買ったりしています。はい、続いてこちら冬の本という本です。こちらはこれも実はリーダンディートさんで買いました。3年前ぐらいの冬に買って、冬が来るたびに読みたいというか、実はまだ全部は読んでないんですけど、
その3年前の冬に買って2年前の冬、去年の冬、そしてまた今年の冬も読みたいなとちょっとずつ読み進めている本です。まあ、買った理由はジャケ買いでした。このイラストがすごい素敵だなと思って、置いてて可愛いっていうのでまずは買っちゃった本でした。で、まあ、どんな本かというと結構厚みもあるんですけど、ですね、このなんだろうな、この冬の本っていうタイトルが先に決まって、でその本、冬の本っていうテーマをいろんな人にお願いして書いてもらうっていう、なので説明が下手なんですけど、この一冊の中に84人の方がそれぞれの物語とかエッセイを書いています。それが冬の本っていうテーマに合わせて書かれているっていう、すごい面白いなと思って、それが、でその84人の方っていうのが結構有名な方がたくさんいらっしゃって、小説家の方とか、俳優さんとか、エッセイストの方とか、料理をされる方、高山直美さんとか、あと、有名な方で言うと、又吉さんとかも書かれていたりとか、本当にいろんな山崎直子らさんとかも書かれてるし、いろんな方、84人の方が書かれています。知ってる人知らない人もたくさんいると思うんですけど、なんかその新たな作家さんとのこの文章と出会うのも楽しいと思うし、音楽家の方とかもいますね。いろんな方の文章を読むのは楽しいし、ちょっとずつ読むっていう短編集が私は結構好きで、星新一さんとかもよく寝る前とかに読んだりするんですけど、なのでそんなちょっとずついろんな人のお話を読んで楽しい、そして置いていて可愛い冬の本です。こちらは結構おすすめです。続いてこちら、増田美里さんですね。今回の土日に来てくださった方って言ったのも、ちょうどその動画を見て増田美里さん私も好きですって言ってくださったので、今回も増田美里さんをちょっと入れようと思って一冊持ってきました。考え事したい旅、フィンランドとシナモンロールというものです。増田美里さんの本は私はかなり持ってるんですけど、これは、エッセイになります。で、増田美里さんが一人でこうフィンランドを旅した時のことが、写真は最初にちょっとだけ入ってるんですけど、写真とあとは文章と可愛いイラストでいろいろと描かれています。なんか今もう海外に行くことなんていつ実現できるんだろうっていうようなこのご時世ですが、私も昔年末年始でフィンランドに行ったことがあって、なんかそんなことを思い出しながら、でも多分行ったことない人もこう見てこうリアルに近い、実際のこう旅に近い、あとはこうミリさんの考え事、ちょっとネガティブなこととかもなんとなくこう心に染み渡りながら楽しめるんじゃないかなと思います。なんかこう大旅行とかいう感じではなくて、ちょっとフィンランドだけどこうちょっとほっこり旅ぐらいな感じで、こう旅を身近に感じれる一冊かなと思います。こちらも黄色い冊子、表紙は結構元気が出るかなと思います。続いて同じフィンランドつながりですが、トーベ・ヤンソンさんのムーミンのお話です。これは私はすごい好きで、実は最近まあ中学生の女の子のお客さんがよくよくお店に来てくれて、その時に何かの話をしてて、あ、その子がムーミンが好きって言ってたのかな。で、私もムーミンを結構子供の頃からアニメをよく見てて、今小説でもこう読み直したりしててっていう話をしたら、その子もムーミンの本買ったよって言ってくれて、すごい嬉しかったです。で、私が今というか読んでるのが、楽しいムーミン一家の話です。これも本当に表紙が可愛くていいなと思ってます。
まあ、ムーミンの、お話なので児童書なんですけど、あの大人が読んでも全然楽しい本です。で結構あの物語の中に入り込むと現実逃避、まあ、現実が苦しいわけじゃないんですけどができるようなあの楽しい本です。ムーミンの世界に入って冒険をしたりとか、ちょっとこう異世界の話だけど美味しそうなものが出てきたり、怪物が出てきたり、あの海を渡ってみんなでどこかへ行ったりとか、こうワクワク感と優しさとドキドキ感と、そんなものがいっぱい詰まった可愛いお話です。で挿絵も時折入っていて、あのそれもすごく素敵です。なのでこちらシリーズなので他にもいろいろあります。ムーミンパパの話だったり、あの冬のお話とかいろいろあるので、ぜひちょっとずつ見てみてほしいです。なんか本当に大人たちも優しい気持ちになれるような本かなと思います。はい、では最後ですね、木皿泉さんの、夕便のカレー、違う合ってる、夕便のカレー明日のパンです。木皿さんは好きな方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。私は木皿泉さんは夫婦の脚本ユニット、まあ、有名なので知ってる方も多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、多分皆さんがご存知なのは信太をプロデュースとかはいろんな方が知ってるかなと思います。私がすごい木皿さんで好きなのは2003年の、ドラマのスイカがすごく好きで、まあ、2003年なので私はタイムリーには見てなかったんですけど、ゲオで、借りて毎年毎夏必ず見るってすごく好きなドラマがあって、まあ、それが木皿さんのお話だったのでそれからすごくハマって、夕便のカレー明日のパンも見ています。木皿さんの作るお話がすごく好きで、まあ、日常が描かれてるんですけど、という、まあ、本当に何だろう、日常的なことが書いてあるのでこれがいいですみたいな、めっちゃ面白いですっていうわけじゃないんですけど、結構グイグイ読めるお話です。でこれはドラマにもなっていて、主人公の、主人公が誰なのかっていう感じなんですけど、徹子さん、なんかこれは7年前にこう旦那さんが亡くなった徹子さん、奥さんがいて、その徹子さんは岐阜、その旦那さんの亡くなった旦那さんの岐阜と一緒に暮らしてて、もともと3人で暮らしてたんですけど、その旦那さんが亡くなってしまった後も結局こう2人で暮らしているっていうちょっと不思議な暮らしの話です。の徹子さんと岐阜っていう2人がこうのんびり暮らしながら、いろいろとちょっとしたこうことがありながら暮らしていくっていう不思議な関係のお話です。徹子さんは、仲里依紗がやってたりとか、元亡くなった旦那さんは星野源だったかなとかがやってて、ドラマも見たし本も読んだ、結構なんだろうな、日常系の小説とかって結構最初なかなか入り込めなかったりするんですけど、こうじわ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 読みながらどんどん好きになってきたお話です。ぐいぐい面白いってわけじゃないけど楽しい好きなお話です。ぜひぜひ読んでみてください。はい、こんな感じで、今日は 1,2,3,4,5 冊の短編集、絵本、そしてエッセイ、小説、小説の紹介でした。またポップグランピーでも本の交換会とかなんかそういう楽しいことができたらいいのになと、ずっとなんかそんなことも考えています、というところです。また皆さんも好きなお話とかあったら教えてください。また季節がいい頃になったら次の本の紹介会もしようかなと思います。それでは今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。 Thank you.